はい、有田修造セーフティースクイズということでやってまいりました。スポーツ報知 YouTube 企画ということで、今年からはですね、皆さん紙面であるいはウェブで、スポーツ報知、楽しんでいただけると思うんですけども、この YouTube でも今年は皆さんと、濃厚なお付き合いをしてまいりたいと思います。早速今日の、パートナーご紹介しましょう。運動第1部野球の野球部のデスクを担当している三井元人です。はい、三井さんどうもよろしくお願いします。お願いします。いやー三井さん、びっくりしたね。カメラ回ると本当に人が変わりますね。そうなんだよ。本当、うん、すごい。普段はね、気が弱くてね、はい、もうついつい会社でもやられキャラなんですけども、今日は違いをもう手を切っていきますからね。本当ね、お願いします。いや三井さんびっくりした。はい、はい、桑田さんが、わが評論家、いや僕らもびっくりしました。びっくりしましたもんね。はい、というと評論家一人減になる。減になります。はい、まあ、高橋由伸さん中心に今年から藤川球児さん入りましたし、まあ、投手部門ではもう、まあ、桑田さんすごく頼りにしたんですけど、まあ、球児さんになんとか活躍していただいて、はい、締め盛り上げたいと思います。はい、2020年報知巨人一面大賞やってまいりました。いやーね、まあ、スポーツ新聞にとって一面というのは顔です。即売でもその一面を何にしたかで売れ行きが変わったりします。この一面ってどうやって決めてるのかなっていうのを読者の皆さん、不思議に思ってる方もいらっしゃると思いますので、一面決めることに関わってるこの三井デスクにいろいろ聞いてみましょう。はい、三井デスクどうぞ。はい、一面ってどう決めるんですか。一面どう決める。とりあえず現場の記者から、夕方に電話来ます、はい、で、まあ、巨人中心ですね、うちの場合は。で、まあ、3本4本ぐらいプレゼン来ます、その中から、まあ、僕が、まあ、デスクとして、いいなと思うものを順番決めて、はい、その後に、まあ、局次長という、はい、まあ、お偉い方が来て、ね、はい、そこに報告して、ね、じゃあそれで行こうと、うん、そこから、まあ、その後にお立ちっていう各部署の方々が集まって編集会議みたいなのかな、編集会議ですね、うん、そこでプレゼンします。で、芸能とか、まあ、一般スポーツとか、そこら辺で集まったものから、まあ、最終的にじゃあ野球で行こうっていう風になって、そこから僕がレイアウトの方に方々に、まあ、メニューを書いて、これ何行何行とか、はい、こういう見出しで、まあ、言ってくださいとか、大体僕がこういう見出し言ってくださいって言ってもそのままならないですけど、ね、大体ね、はい、まあ、みんなそれぞれこういろんな人が関わって、はい、いやいやいや、はい、ね、ギャー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 議論しながらこう決めていくって感じですね。そう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 、2020年のランキングがこちらの通りになっています。水井さん、はい、このランキング見てとりあえずこうなんかお感じになることは。巨人の御三家ですね。はい、困ったら原監督と言いますけど、やっぱ原監督は発言力がすごいですし、そう、これそうなんだよね、はい、コメント力があるから、うんうん、どうしてもこう見出しに取りやすいことをこう言ってくれる。そうなんですね。で、まあ、菅野投手3連勝しましたから、もう勝てば一面ですし、はい、で、書き手のまたね、片岡雄帆記者がまたいい原稿書いてくるんで、雄帆記者は必ず予想に載ってない雄帆、はい、記者しか知らないエピソードを突っ込んでくるんだよね。そうそうそう、やっぱそういうエピソードが入るとこっちデスクとしては、もうすぐ一面に置きたくなっちゃうし、はい、レイアウターとしてもやっぱ見出し取りやすいですし、はい、なんかこういわゆるかっちょいい一面が作りやすいっていうことだよね。そうなんです、かっちょいい一面できますね。そしてやっぱり隼人が一面だと、いやもうこれはもうビジュアル部門ですよ、もう、紙面もこう本当に引き立つというか、もう坂本の場合は原稿もまあいいですけど、写真がドーンとあれば、はい、みんなファンは泣きついて喜びますから、やっぱりシルエットというのがね、やっぱり写真の重要性っていうのはこれ読者の方も大変気づいてるかもしれませんが、ドアップですね。ドアップで、ドアップで、はい、あとはこのね、打った瞬間のこう躍動感ある表情するんだよね、またね。自分の感情入ってますよ。いやもう俺はもうなんかもうとにかく坂本の一面作りたいって感じで、ね、当時デスクやってました。坂本はもう文句らしいですね。そっから今こうググッと回数も上げてきました。はい、第4位の岡本和真。岡本和真。まあ俺はもう破壊力満点でしたから。我が大将。はい。うん、いかにも岡本のバッティングをお伝えするか。破壊力をお伝えするか。うん。うん、もうそこ中心で。そしてやっぱり去年ね、実は開幕前骨折していたなんていう、そうですね、ありながらも、うん、影の MVP とも言われる丸、うん、丸は意外と発言力があって、うん、意外と面白いこと言ってくれた人なんですよね。
これ読者の方も巨人ファンの方も思ってるかもしれませんが、割とこう他球団から来た選手の方が面白いこと言ってくれるっていうか、ちょっとその、うん、こう生え抜きは若干硬いぞみたいな、ちょっと構える、まあね、構えるさえ失礼ですけどね、はい、丸選手は大事にしなきゃいけないですね、はい、はい、こんなベスト5でございます。水井さん、はい、初めて一面書いた時のこと覚えてる？全然覚えてません。覚えてない？全然覚えてない。そんなの水井ぐらいだよ。いや大体みんなね、スポーツ記者っていうのは初めて書いた一面っていうのはすごくこうね、ずっとあの時初めて、かっこいいこと言っていいですか、うん、全部全力だからです。バカ野郎みたいなね。そんなただね、このデスク側もやっぱりあの時の一面はみたいな、結構記憶に残ってるもんだよね。あります、あります、はい。今日は2020年で、昨年最も、水井デスクが印象に残った紙面ということで、はい、こちら昨年11月25日の、うん、まあ誰もが忘れられないあの日本シリーズ4連敗した日の紙面なんですよ。だから普通に考えれば、うん、巨人4連敗とか、はい、っていうのが普通だと思うんですね、シリーズね、はい、まあ惨敗と言っていいよ、うん、だけど、うん、それだけじゃやっぱり面白くなくて、はい、現場が出してきた、これはニュースなんですよね、ニュースです。いわゆるスクープってやつですね、はい、メジャー、まあ行く行くとささやかれてましたけども、はい、やっぱり行くようなことをずっとしてたということを掴んで、うん、現場が持ってきました。ただ、はい、菅野はまだこの時点でもメジャーに行くとは一言も発してないんですよ、ね、なので、うん、球団側からの、うん、まあ、メジャーに行かせることを準備してますよという内容なんですね、はい、プラス、はい、巨人が4連敗したっていうことも、うん、紙面上では絶対に忘れてはいけないことなので、そうですね、うん、本当はこれ1面で、この裏面の終面というところでつなげて、はい、最終面と1面がこう、そうわっとつながってるわけですね、そうですね、こっちの方で4連敗して、うん、屈辱のやら、うん、はい、でそこで、まあ、読者がの留飲を下げるような、うん、はい、原稿があって、だけどここには、まあ、ちょっと前向きな、うんうん、巨人ファンにとってはいいのか悪いのかよく分からないですけど、まあ、菅野というピッチャーのね、うん、大きくまた新しい扉が開くぞっていうところだよね。そうですね、うん、だからいろんな要素が入った一面なので、はい、これはやっぱりちょっとデスクならではでいろいろと考えさせて作った紙面でして、うん、なるほど。やっぱりまあ4連敗、まあ、それは現実はきちんと受け止めなきゃなんないけども、うん、まあ、うん、一つそれにとどまることなくもう一歩先を前を行くっていうところだよね。で、この後また作って、このねレイアウターが作ってくれた後に、はい、現場の西村キャップと電話で僕は喧嘩するわけですよ、うんうん、ほう、なんで？なんでもちょっとメジャー最初はね容認っていうのがちょっと小さかった、はあはあ、ありますね、スポーツ新聞の見出しのね、なんとかなんとかとかね、まあそれは嘘は書いてないんだけども、その大きさでね、こう強弱でインパクトが、だからちょっと強すぎるんじゃないですかねと、はい、いやでも容認ってあるからいいじゃねえだろうと、いやもうちょっとでかくとか、のやり取りずっとやってて、うん、もう電話やり捨てようかと思ったぐらいで、で思い出もあった。ただやっぱ現場も現場で、選手や監督や球団とのこう取材先との信頼関係もあるから、現場も必死なんだよね、これね。そうです、うん、で僕らは読者のことを考えないとねっていうのもありますし、こういろんな、僕もねキャンプやってたんで、うんうん、現場の気持ちも分かりますし、はい、ちょっとこれは本当にいろんな要素が入っているなという意味でこれにさせていただきました、はい、そして結果的にね、菅野投手は巨人に残ることになったっていうね、残留することになったということなんで、まあ、巨人ファンにとって良かったんじゃないですか。まあこれでこう、まあ、一つ日本一を戦う上でのね、目指す上での体制が整ったということで、今年はどんな一面がさらにね、飾るのか、ぜひ皆さん注目してください。はい、はい、